皆さん、こんにちは。今日は、クリスマスのあれについて、話したい。意味不明ですが、今年も、あの子が、やってくる。まあ、一年ぶりに、再会だけど、また、あの子がやってくるよね。皆さんに、アンケート取りましたけど、やっぱり気になる、あの子のこと。ディズニークリスマス2022、発表されたけど、一番怖いニュースはどれ?のアンケートで、一番多かったのはこの回答。ディル・ディンディンが再登場で、海外転売ヤーが発生するんじゃないかって。そう、ディル・ディンディンだよね。そして、みんな忘れてるみたいだけど、昨年、ディル・ディンディン事件ありましたよね。そうなんです。2021年、クリスマス前なのに、ディル・ディンディンのグッズ、お菓子、すべて完売してしまった事件。あれから、一年ですよ。忘れないよね。忘れちゃった人は。ディル・ディンディンの2021年の悲劇を私の YouTube で見つけてくださいね。ところで、昨年、なぜディル・ディンディン事件が発生したのか覚えていますか?これ、覚えている人、相当ディル・ディンディンで残念な気持ちになった人ですよね。私も、そうです。昨年は、あの数がすごくて、なかなか、パークに行けない、とか、ありましたよね。遠方の方々も、コメントたくさん、いただきました。何かと、大変な時期に、なぜ、ディル・ディンディンが妖精という設定で、現れて、数が少なすぎるグッズだらけで、舞浜周辺の人だけが、特に、海外転売ヤーがね、続出したよね。某フリマが、ディル・ディンディンだらけでしたよね。あのハッシュタグも登場して、ディル・ディンディンのグッズがあの場所で売られてしまい、あの場所、ボンボヤージュで大量にディル・ディンディングッズが販売されて、パークに入園していた人が買えなくて、ボンボヤージュの海外転売ヤーが大量に購入する事件が発生して、本当に情けないというか、誰も買えないクリスマスシーズンに、パークでディル・ディンディンを持っている人なんか、ほとんどいなかったですよ。今年は、ボンボヤージュで、販売なんてことしないよね。と思いたいです。ディーナ・ベルちゃんや、ビリーググッズや、ハロウィングッズ。値上げするパークチケットがあって、初めて買えるくらいな、グッズが目白押しの中。まさか、ボンボヤージュだけで、販売とか、昨年の事件を、皆さん、思い出して、数を制限しすぎて、見るだけで、涙が出そうなグッズなら、残念すぎますよね。まだ、クリスマスグッズまで、時間があるので、ディル・ディンディングッズが、再販というか、増産してくれるように、皆さんも願いましょう。それでは、ふと思い出したので、再生回数上がらないけど、ディル・ディンディンのことを、動画にしてみました。では、皆さん、次の動画でね、いつも、コメントありがとうございます。